近況光秀では、大韓民国の学生運動家、映画監督であり、同性愛者の LGBT 人権活動家である。キリスト教徒で、天主教洗礼名はペトロである。映画監督、演出活動のほか前代教の学生運動家の活動をしており、ゲイ、トランスジェンダーなど、男性の同性愛者人権団体を野球の間でも活動した。ソウル城北区で生まれ、本名は、 金光秀であった。ソウル港北で成長し、松川小学校と新日中学校を経て、高来高等学校を卒業した。高校の在学中の読書討論会を主導した。1983年関与、大学演劇映画科に入学、大学在学中に学生運動家として活動した。1985年大学在学中、デモ現場で逮捕された。 1989年関与、大学人文学部学生会長になって前代教の幹部として活動した。1994年映画制作所青年にいながら映画の撮影、演出を始めた。1997年青年フィルムを設立し、ハッピーエンド、ワニとジュナ、嫉妬は、私の力、後悔なんてしない、オールドミスダイアリー、二度の結婚式と一度の葬式。 形状学校消えた少女たちなどの映画を撮影した。1994年同性愛者人権団体の親球の間を組織した。2000年に家族に同性愛者であることを告白し、2006年に公にカミングアウトをした。2007年8月にはチム・ヒョンレの映画 D.O. の議論に参加した。2012年10月、レインボーファクトリーを設立した。 2013年9月7日、男性同性愛者金召喚と公開結婚式をした。ありがとうございます。